いや確かに大野は打たれてしまいましたが、なんか俺らはね大野を攻めることはできません。大野のめちゃめちゃ好投したのにね、勝ち星をつけてやれなかったっていうことが多いじゃないですか。だからいやもうそういうんじゃないんですよ。大野だって完璧じゃない。でも俺たちは信じて大野の船に乗る。で、やめる時も健やかなる時もですよ。うん。点取れないなら渋い取り方で点取ってね、競り勝ってほしかった。うん。ピッチャー陣ね打ち込まれるのもね、しょうがないです。その時は負けですよ。潔く。だからまあ俺たちは勝ってほしい。本当にそういうことです。大丈夫、俺たちはまだまだ諦めません。ついていくよ KK ドラゴンズ。